たら私が紹介しましょうか。わかりました。はい。こんばんは。久しぶりの感じですね。そうですね。一応3回目なんですけど、前回は角打ち上田さんに突撃。上田さんのご実家がなんか違います。違うんですか。全然無関係の角打ち上田さん。なんかすごく盛り上がったっていうふうに僕 Facebook の方で見ましたけども。そうですね。どうですか、盛り上がったでしょ。はい、そうですね。でも私がちょっとお酒飲めなかったので。普段からあんま飲まないですか。いや、まだ一応19なので。ああ、そっか。それはもうそうですね、ちょっと絶対飲んでダメですね。そうですね、お酒は19歳の方飲まないでください。はい、飲んだことないですよね、今までね。それは一回もないです。一回もないですね、はい、もちろんですね。なんか今夜すごいゲストの方が来られてるということで。あ、私たちの。あ先どうぞ。すいません。カイです、よろしくお願いします。上田由紀です、よろしくお願いします。はい、ではゲストの方。そうですね、もうすごいオーラがもう出てて。そうですね、さっきから緊張してますけども。はい、恋愛評論家でコスプレイヤーでケニアマニアらしいですね。 あとあれ、はい、映画評論家も入ってますね。あ、そうですね、映画評論家、イラストレーターもですかね、はい、すごいいろんなことやられてる方みたいですけど、はい、姫野、すごいですね、姫野よしみさんという方に。姫野よしみさん、はい、来ていただきました。あれ、こんばんは。あ、今ちょっとね、こんばんは。こんばんは、はじめまして、よろしく。あ、上田ではお会いしましたけど、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はい、自分の自己紹介ちょっとお願いします。はい、一応映画館、映画が好きで映画館で働いてるんですけども、あとは恋愛評論家、イラストレーターと、そんな感じで。ケニアマニア、今日から。え、これはケニアの衣装ってことでいいんですか。はい。すごく、ね、お似合いですよね。あ、そうですね、ありがとうございます。はい、恋愛評論家の方って僕今まで一度もお会いしたことないので。私も人生の中でお会いしたことないです。どんなことをされるんですか。まあ、大体悩んでる人の、相談に乗ってバッサリ切って次にいい声をしてもらう。切っちゃうんですね。そうですね、悩んでる時はもう切っちゃって次に行けよという。まあでもいい声だと続けた方がまあそうですね、じゃないのっていうアドバイスを。え、姫野さん自身の恋はどうなんですか。秘密です。それは言えないですよね。秘密、うん、プロですからね。そうですね。なんかどういったところでされてるんですか。まあ、出張恋愛相談とかあるんですか。そうですね、出張呼んでいただければ。だいたいお茶しながら、バー行ったりとかして。僕は周りにですね、悲惨な目に遭った人めちゃくちゃたくさんいるんですよ。これ半端じゃないですよ、僕たち周りは。バンドメンバーなんですけどね。そうですね、それも女性のパターンが分かれば多分その目に次から合わなくて。
女性がめちゃくちゃしてたっていうパターンですけどね。あ、そうそう、だからそういう、はい、なんか多分男性、女性の気持ちわからないと思うので、そういうのもちょっとあのアドバイスしつつな感じで。ポイントがやっぱあるんですね。不倫とかの相談にも乗れるんですか？そうですね、何でも来い。じゃあちょっと友達を今度連れてきます。はい、ぜひ。友達は不倫してるんですか？そうなんですか。その友達お酒飲んでるし、それ。いや、まだ19歳。19歳飲んでないですか？19歳は飲んじゃいけません、お酒は。お茶をしばきながら、じゃあ。はい、はい、今日は、どんな話をしましょうか？今日ですね、2012年の夏の思い出スペシャルということで、はい、なるほど、大きなテーマが4つあるんですけども、はい、1個目、これも夏休みですよね。はい、まあ、大人になったらあんまり、ね、夏休み関係ないですけども、ちなみに日村さんは夏休みありました？結構お休みいっぱい取ったので。あ、そうですか。休み放題な感じ。あ、そうですか。どんなことされました？とりあえず花火を見に行って、天神ブラブラしたりとか、そんな。なるほど。上田さんどうですか？そうですね、あの、私夏休み中でも残念なことに学校があってですね、ちょこちょこ、てかほぼ毎日学校なんですけど、はい、でもな、その一日しっかりとしたお休みがあったので、うん、もうその日に全部詰め込もうと思って、はい、海に行って、はい、スイカ割りをして、はい、花火して、はい、あとバーベキューをして、はい、その後夜景を見にドライブに、もう一日で詰め込んで。それ終わってないでしょ、まだ。やりました。やりました。あ、もう終わりました、それ。夜景を見に行ってドライブしてやりましたっていうのは、それはそこまでのあれですか？違います。その5つの流れを、そう、1日で終わらせちゃいました。あ、1日の流れ。はい、あ、そうです。そうなんです。なかなかそんなことないですよね。1日で全部そんなんね、はみ出しちゃいますよね。そうなんです。なかなかお休みがないので詰め込んじゃいました。詰め込んだりするわですね、はい、僕にも聞いていただけないですかね。あ、どんなことされました？何もしないんですよ。夏休みありました？ないですね。あ、ですよね、はい、ですよね。そうですよね。そうですよね。夏休みって本当にあの羨ましいなって思うことだけになってますよね、今。いいなとか思いますけどね。え、全く何も。ちょっと家族旅行とか。家族旅行とか、家族でお買い物、基本的にあのないです、一回も家族旅行と行ったこと。あ、そうですか。はい、すいません、なんか、はい、でもその辺も、ね、踏まえてですね、後で僕も姫野さんに相談してみたいことがあるんで、どうやったら家族うまくいくのかみたいなね。家族相談。家族相談。お子さんはいらっしゃるんですか？はい、お子さんはいないですよ。あ、いないですね。はい。でもね、やっぱりあともう一個、あの最近の小学生はどんなことで遊んでるんだろうとか気になりますね。小学生が、はい。お子さんいらっしゃらない？いないですけども。なんか恋愛相談と関係なくなっちゃってますけど。いや、でも姫野さんはいろんな肩書きをお持ちなので、総合的に判断していただけるんじゃないかと思いますよね。この夏流行った映画とかね。あ、なるほど、気になりますね、それは。そうですね、はい、もう結構行くんですけどね、映画。あ、そうなんですか。行きますね、トバッタに行くんですよ。ありがとうございます。トバッタっすか？はい。え、ワナマイク。え、本当に？いやいや、俺さ、あれ本当に いらっしゃるんですか？はい。ポップコーンの方ですか？いや、あの、チケットもぎってるところに。見たことないです。アイアムサムの時、もしかしたら切ってもらったかもしれない。あ、切りました、切りました。切ったでしょ。それ私。え、それ私が。でしょ、うん、一番好きな映画なんですよ。アイアムサム、あの、スタバのとこから始まる。あ、そう、あ、すごい、やっぱり評論家ですよ。さすが。年間何千本って映画あるんですよ、その中で。スタバの始まる、すごい、スタバから始まる。すごいですね。ハンニバルは僕たちだけだったんですけどね。そうですね、はい、なかなかあの人が少なくて。まあ、ありますよね、いろいろ。さあ、そうですね。じゃあ、皆さん、テーマ2つ目なんですかね、これ。2つ目は、はい、お盆休みですね。また休みですね。そうですね。これ、夏休みだから入ってないですかね、これ。そうですよね。むしろお盆しか、なんか実家に帰れなかったんですけど。あ、実家に帰られたんですね。あ、はい、そうです。広島。広島が実家なんですけど、何したんだろう。はい、お好み焼き食べたんでしょ。あ、お好み焼きは、あの、お母さんが土曜日にお好み焼きでいいって言われたんですけど、はい、あ、嫌だって言って。それは、あの、福岡の明太子みたいな状態になってますかね。一家に一枚みたいな状態ですか。
いやそうですね、そうでもないですか。いや週 1,2 回お好み焼きの日があるんですけど、大体でもちょっと断りました。そうですか。せっかく帰ったんだからちょっと違うのにして、はい、ってやっぱあの大阪と広島違いますか。あもう全然違いますよ。やっぱ広島の方がいいですかね。やっぱそれはもう野菜もたっぷりだし、モダンっていうかあのね大阪の方で麺も入ってるっていう。あ麺が入ってるのは広島ですかね。はい、お得感。あそっか。麺も入っているお得感がこれね、ご覧の大阪の方ね、もしその広島お好み焼きに対抗してね、何かメッセージがあったら。あそうですね、ですね、まあ、大阪のも美味しいんですけどね。広島の一番アピールポイントなんですかね。広島のアピールポイント、はい、やっぱビタミンですかね、キャベツの。あそうですね。やっぱり野菜がもう野菜キャベツをもうてんこ盛りにやって、それをもうギューッて押し潰すんですよね。それに勝てますかって話でしょ。そうですそうです、もう野菜もたっぷりですからね。どんぐらい入ってますか野菜は。いやもうこんぐらいですかね。しっかりそれお好み焼きですよね、はい、それを潰すんですね、はい、潰したらもうこんぐらいになるんですけど。日村さんは広島風お好み焼きは食べられたことは。大好きです。おー ありがとうございます。もうかかる圧力が大好きリバーウォークに風月ってあるんですよね。ああそこもそうですよね。行ったことないです。あ行ったことないですか。行ったらもう話は盛り上がらないですね。ごめんなさい。いや来た方、はい、あの学校の近くにも広島焼きの、はい、お店が、はい、宮島です、はい、美味しいですよね、はい、いやそれ僕行ったことないんですよ。あもうぜひぜひ。だから盛り上がらないですね。あ、行きましょう。ぜひ。でも名前がいいね、宮島。宮島もみじまんじゅうでしょ、はい、そうです、もみじまんじゅう。あ、今日バッグの中にもみじまんじゅうが1個入ってます。お一つ、あ、なんですか、まずいもの入ってるんですか。自分で取らないといけないことがあるんですか。じゃあその間姫野さんと僕はお話ししておこうかなと思いますけども。はい、よろしくお願いします。あの、あ、もうすみません、戻ってきてないで。けど、はい、これは何というお店の。いや、あ、錦戸、一番有名なとこだと思います。錦戸さん、はいの、はい、これはチョコレート味です。ただね、チョコレート味もみじまんじゅうは認められませんよ。いや、あんことつぶあんもあったんですけど、はい、まあ、チョコレートをいただいてきました。今さんどうですか、チョコレート味のもみじまんじゅう。いや、あんこがいいから。あんこですか。それだけ買ったんですか、チョコレートだけ。これなんか友達が広島に行ったらしくて、はい、お土産で。友達のせいにしたでしょ今。お土産でちょっと決めて。自分で買ったんでしょそれ。いや、私広島では特に何も買い物もしなかったので。そうなんですか。何も買ってないんですけど。あ、お土産忘れてました、ごめんなさい。すいません。わかりました。広島のね、はい、楽しいお話でした。はい。皆さんはお盆休みは特に何もされてなかったですか。お盆、そうですね、花火見たぐらい。あ、それもさっきのね、夏休み続きの、ね、花火、花火大会に行かれたんですか。はい、関門海峡。おー、どっちから見られたんですか。文字川。おお、綺麗でしたか。うん、綺麗でした、なんか大きい花火がいっぱい。行ったことないんですよね、私。はい、車でね、何度か行ったことあるんですけど、帰り大変なことになるんですよね。あ、渋滞。マジ帰れないですからね。車で行かれたんですか。車で。本当ですか。何時間かかる。でしょ、何時間かかりますよね。あれってあの下関側からも打ち上げですよね。そうですね。なんか2カ所から上がってるのが見えたんで。はい、ですよね。どっちが豊かかっていうのが分かれてるんですね、あれ毎年。対抗してるんですか。あえて言わないですけど。いろいろあるんですよ、やっぱり花火大会の裏側っていうのはね。競い合ってるんですね。はい、4つ目が、あ、これもう今出ましたからね。4つ目、これお祭り。皆さんはお祭りは他に何か行かれなかったですか。戸端なので。提灯山。戸端祇園に行ったとも。あの祇園は最高にいいですよね。そうですね。去年行きました。うん。なんか担ぐために性転換したいぐらい好きなんですけど。戸端、もうね、ナンバーワンですね。いやー、戸端かっこいいんですよ。いやびっくりしました。もうあんなお祭り見たことないと思って。上田さん見たことないのになんか話合わせてないですか。大丈夫ですか。去年、あの、私取材したんです、ラジオで。説明してくださいよ、ちょっと提灯山の話ちょっと。こう、あ、行ったんですね、本当に。はい、提灯が。あ、本当に行ってますね。はい、行きました行きました。3日間あって。共演会も見たんですか。あ、見ました、全部3日間全部行きましたからね。うん、はい、すごい。
それはもう飛ばたっこいですね。なんか神主さんに狐が乗り移って、はい、ほーとか言って、はい、そういうなんか演技らしいんですけど、はい、なんか狐を乗り移らせて、はい、なんか神様を降ろす降臨。あ、それです。フォーフォーってなんか神主さんが狐の真似してました。最後の日にその落とす。あ、そうなんですか。じゃあみんな知ってるのは真ん中のその一番派手な部分だけってことですよね。うん、山が回るっていうタイムレースですよね、うん、あれ。良いとさします。良いとさ、良いとさ、良いとさってこう回るんですよあれ。あ、言ってました。そういえば良いとさってでしょ。あ、そうです、そうです。どんな感じ言ってました、良いとさ。どんな感じ、どこにどこにあのスタッカーとかするのかな。良いとさでしょ。え、どんなんでしたかね。良いとさじゃなかったでしょ。あ、違いました、違いました。よいっとさでしょ。よいっとさでしたね。でしょ。これも姫野さんご存知ですけども、あれ山によってお囃子が違うんですね。さすがですね。そうなんですね。あの CD も出てるので。いや、お囃子は違うというのはその何のですか。山のあのそうのお囃子があるじゃないですか。ああ、あれが山によって微妙に違うんですね。あのホームページとかで聴けるんですね。そうなんですか。ホームページでかっこいいお話でぜひ聞いてみてください。あれですね、やっぱ細かくいろいろ追求していくタイプの方ですね。そうですね、好きなことはいろいろ調べるんですけど、はい、嫌いなことは何もわからない。あ、もう完全に僕と一緒ですね。いや、まあ評論家なんでやっぱりこう突き詰めて突き詰めて。そうですよね、うん、貴重ですね、映画評論家の方って。僕初めてでしたし、いや私も恋愛評論家も2つもなんか評論ケニアマニアの方も初めてでした。あ、ケニアマニア今日から。あ、今日からケニアマニア。それは今日から、はい。さっきなんかツイートでゲストを立てなさいっていうメッセージが来てましたね。あ、本当ですか、はい、もうちょっとあの姫野さんにですねスポット当ててですね。あらららら。4分前なんで確実にこの番組でしょ。ゲストを立てなさい、はい、立ち上がればいいんですか。そうですね。そういうことで。だけどもう真ん中に来ていただいたらいいんじゃないですか。あ、そしたらもう移動しますか、ね、主役っていう感じになりますんで。じゃあ姫野さんがですね今から真ん中に来ていただきます。あ、はい、じゃあすいません、移動させていただきます。太鼓持ったまんまでいいんですか。どうですかその衣装、涼しいですか。涼しいですねこれ。あの開けたらもうパンツ開けたら。そうなんですか。もうあれ巻いてるだけなんですよ。じゃあ危ない状態ってことでしょ今。うん、まあ座ってるので大丈夫。え、これが取れたらもうパラリですか。これ全力で走ったらわーっとマントみたいな。危ない、危ないですけど、まあ、ネット的にはかなりいい状態になってるんですよ。放送事故、はい、完全に伝説に残る放送事故。そうですね、これぜひニコニコも同時にミラーでやってほしいです。靴も、これはケニアじゃないですよね。これはちょっと映らないので。もケニアの女性ってもうみんなこれ着てるんですか。みんなこう布巻きつけただけみたいな状態なんですか。あ、それ今日からマニアになったばっかりなんでちょっとわからない。どうなんですかね。ケニアに詳しい方いらっしゃいませんか。あ、みんな こんな感じですか。カンガ、へー、じゃあこれが子供を抱っこする布にもなるんですか。いや、すごい。同じ大きさのものなんでしょうか、ね、だからこれを切ったりもできるし、これを頭に巻いたりも。じゃあこれも服にできるんですね。うん、すごい。2枚の布で。姫野さんでもすごくお似合いですよね。いや、本当にもう元からケニアマニアって感じで、はい、すごいですね。次回は何マニアになるのかというのは楽しみですけど。そうですね、次回、はい、ナースマニア。ナースナースマニアナースマニアはこれまたハマりそうですね。いや、そうですね。ちょ、見てみたいですけど。じゃあ僕が代表注射されますんで。え、栄養注射かなんか。いやニンニク注射かなんかをしていただいて。そうだ、はい、ニンニク注射。ナースも似合いそうですよね。え、一番好きな衣装とかあるんですか。一番好きなのはナースかな。ナースあ、メイドさんも好きです。あ、メイド似合いそう。ナースそれで、なんか集まってこう、なんてイベントで写真撮ったりするじゃないですか。は、行かない。ロケって言うんですかね、あれ。行かないです。行かないですか。一人で来て、そう、喜んでるっていう。写真撮ってで、アゴラってお店に来て行ったりとか。お店、どこにあるんですか。御影通りの、おうおう、マルゲン
30番の4階にあるんですけども、行ったことないな。そこがたくさん、あ、10番、たくさんあるんですか。そこは普通のバーで、あ、バーなんで、うん、たまにあのドラッグクリーン、クイーン、あの女装する方が来てショーをやったりとか、普段は普通にバーでゲイのオーナーさんとスタッフさんといろいろいるお店なんですけど、外に来ていて勝手に一人で楽しんでます。なんか誰かに見せたりとかは、あ、金曜日だけお手伝い入ってるんで、来て勝手に働いて喜んでる感じ。これね、僕の周りのコスプレイヤーかなりいて、あの和紙100万夏祭りに出演させていただいたんですけども、ね、その時もね、あのヤマト、宇宙戦艦ヤマト、あのコスプレをしたカッカという方が乱入してですね、すごい盛り上がったんですけども、あれね、いいですよ、あの雰囲気がすごく良くなるんで。アニメ系とか結構好きですね。銀魂とか、銀魂いいですね。銀魂ちょっとさっちゃんとかしたい感じ。あ、あのちょっとわかんないですよ、それ青い髪の人なんですか。私もコスプレしたいです、ね、本当にしたいんですけど、なかなか機会がないじゃないですか。しかも高いですよね、結構。そう、なんかあるあるシティできたんで、ちょっと買いに行って、はい、バイト先です、ですけども。マンダラケでも行くんですか。行きます、行きます。マンダラケ、あ、行くんですね、やっぱり。あるあるシティ結構行きます。結構うろうろ。じゃあぜひカフェにも来てください。はい。何カフェですか。ダイヤモンドカフェ。アニマックスミュージックスカフェ。はい。アニマックス。はい。ミュージックスカフェですね。はい。そうです。なんかあのカレーとミルクティーだったんですよね。ロイヤルミルクティー、ね。ロイヤルミルクティーがおすすめということです、ね。はい。カレーライスと。さあ、今はやっぱ20分ぐらい、約20分ぐらい経過してますけども。はい。これもう本題にいっていいんですかね。そろそろ。じゃあ上田さん、はい、なんといっても今日はそうですよね、姫野さんの恋愛評論家が来られてるってことで、なんか上田さんがすごくですね、はい、悩んでるということで。私が悩んでる。質問が来ています。上田さんから。あれ、事前にですね、はい、はい、匿名でハガキが届いてますけどね、はい、はいはい、質問がたくさん来ているみたいなので、はい、お願いします。ちょっとせっかくなんで、ちょっと姫野さんに相談に乗っていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまず一つ目、27歳、主婦の方ですね。小倉北区在住の方です。イボリですか。中井の人ですか。中井、イボリの人ですか。あ、ぽいですよね。イボリか中井でしょ、これ。中井だいたいそうでしょ、うん、あのあたり。わかんない。はい、ちょっと匿名希望の方ですね、こちら。匿名希望ですか、はい、主婦の方、はい、山田さんなんですか。私はイボリは住んでないです。あ、イボリなんですか。イボリは住んでないです。あ、住んでないです。はい、はい、私は30歳の彼と結婚を約束しています。はい、あれ、うん、主婦、主婦、主婦の方。約束しちゃったんですね。さあどうしようというところですね。不倫ですかね。うん、ちょっと、はい、最近分かったことなんですが、はい、彼が猫好きで私が犬好きなんです。うん、はい、一緒に住むにはどちらかが我慢しなければなりませんが、どうしたら良いのでしょうかという質問、あ、相談ですね。そうですね、はい、一緒に住むことをまず悩んだ方。あちょっと諦めなさいっていうことですかね。猫とか犬とかの段階じゃないですね、まず。え、ダメですか、先生からすると。ちょっと、どのあたりがちょっと一緒に住まない方がいいんじゃないかっていうポイントでした。いや、でも、まあ、住むなら2匹買えばいいじゃんって思うんですけど。2匹、うん、まあその通りですね。けどまあ27歳の主婦が結婚の約束をするのがどうかな。間違ってる。じゃあこうどっちかがこう我慢しないといけないっていう時、状況になったらどうします。どっちも飼いましょう。あ、犬猫じゃない、ない場合で結婚しててどっちかが我慢しなきゃいけない、でもどっちも我慢したくないって時はどうしたらいいですか、先生的に。次に行く、次の人、次の人を探す。我慢してもいいことなくないですか、ね、あ、じゃあ我慢せず、長年我慢しても、これどこで悩んでるんですか、これ。犬と、ね、犬と猫の犬と猫、犬と猫、犬と猫とか、もうそんなん先生あれですよね。そんなんもうどうでもいいですよね、そんなことね。うん、もうそういう問題じゃないってことでしょ。まあ、先生からすると、まあ、我慢するぐらいならもう別れろと。うん、はい、そういうことみたいですけど。やっぱり我慢は良くないですかね。
カーマンは病気になりますからね。あ、ストレスが病気を起こすんですか。あ、病気にまで体に良くなるのでそうですね、ちょっとやっぱり、じゃあ皆さんいろいろ我慢してることがある方は別れて次にどんどん行ってくださいで、犬と猫を飼ってほしい仲良く、はいはいはい、先生が解決してきました。うん、さすが先生すごい、ね、短時間で解決していただきましたので、はい、この質問された方 もう解決そうです、ね、はい、バサバサ切って、はい、あ、そうですね、はい、ちょっとじゃあ友達からもらった潰れたやつこのチョコレートもみじまんじゅうを上田さんそれバッグに入れてどこで食べるつもりだったんですか。それいやちょっと何も考えてなかったんですけど上田さんなんかバス停とか食べてそうですよね。あ、バス停でよくいろいろ食べて、あ、そんな感じがする、はい、よく人にたまたま見られててよくバス停でもみじまんじゅう食べよったよねよく言われます。なんか あそこでなんか食べよったの雪やろみたいな、いやなんかそんな気がしたんですけどさあ、じゃあ次はね、はい、なかなかこれは難しい問題ですね。はい、お願いします。次ですね、17歳高校生男子の方ですね。あ、若い、若いですね、思春期、ね、はい、趣味は、はい、AV 鑑賞。うん、なんですか上田さん AV ってあれ、AV、なんで姫野さん姫野さんに言ってすいません。上田さん AV を見たことあるんですか。私はないですね。ないですね。AV って何ですか。そうですね、僕もわからないから。ですよね、その話はもうやめましょうそうですね、はい、じゃそれはちょっと置いといて。そうですね、はい、これ誰が書いたんですかこれ。これ、あ、これはハガキが来たんですね。ハガキで送られて、はいはい、学校の先生を好きになってしまいました。なんとかしてくださいってことなんですけど、先生お願いします。 AV が好きだからやっぱ先生に興味を持ってしまってるんじゃないかと思うんですけども。なるほど、彼女を普通に同級生の彼女を作って先生の格好をしてもらったらいいと思う。あー、コスプレ、うん、あ、それ一番いいかもしれないですね。それか、もう、うん、来年まで待って、うん、あの相手が捕まらない年になってから先生と付き合えばいいんじゃないかな。なるほど、卒業してからとか、うん、だったら先生も振り向いてくれるかもっていう。でも、ただ単に AV の延長上だったら、うん、コスプレしてもらいましょう。あー、なるほどなるほど、ちょっと先生っていうのに憧れてるだけだったら、うん、教師のコスプレはドンキにいたらあるので、はい、あー、なるほど、それをドンキホーテで購入していただいて4000円からお釣り来るぐらいであると思います。結構安いですね、うん、私でも手が届くぐらいです、うん、それでもう解決、うん、あ、そうです。ちなみに姫野さんは何の先生が好きですか。え、姫野さんだったら何の教科の先生ですか。教科は、はい、そうです、保健体育。保健体育ね。あ、なるほど、保健室の先生です。いいですね。あ、それいいですね。保健ね、久しぶりに保健体育って聞いたんですけども、やっぱりとドキッとしますね。保健体育はドキッとムラッとするかな、うん、100点以外取ったことないです。さすが先生すごいな。保健体育の思い出ないですか。なんか保健室の思い出、うん、ちょっとここでは、ここでも、ね、やっぱりあるんですよ、先生クラスになれば、うん、なんかちょっとあったでしょうね。ないですけど、ないですすごいな上田さんはどうですか。保健室で思い出ですか。保健室に行ったことないですか。行ったことは、行ったことはありますけど、あ、なんで保健室行った、保健室で何ですか。保健室で行ったことがあるってちょっと今何時ですか。どういうことですか、ね、いいんですかいいんですか爆弾発言です、いきなり先生なんかのっけからね。そう、保健室で行ったことがあるってこれやめてください。ダメですよ上田さん、うん、まだ10時じゃないですよ。すいません、放送事故大丈夫。謝ったら認めちゃったってことになりますからね今ね、さあ上田さん、じゃあ解決していただきましたね、はい、解決でいいですかねこれは。はい、もう大丈夫です。はい、学校いいですね。なんか誰もは一回は多分学校の先生好きになったことあるんじゃないですかね。やっぱ憧れる時期ってありますもんね。保育園の時あるんですよね僕は。あ、男の子多いって言いますよね。そうなんですよ、うんうん、ありますあります。なるほど、じゃあ、ね、はい、じゃあ解決しましたでしょうか。はい、はい、コスプレ、はい、頑張ってください。はい、でははい、最後の質問ですね。はい、はい、じゃあ最後ですか、どうぞ。そうですね、はい、3つ目の質問、38歳独身女性の方です、はい、この年で結婚ができません。見合いも7回もしました。この年、あ、間違えた、早く子供を両親に見せたいのです。それなのに出会いもなかなかありません。いい解決策をお願いしますということです。はい、はい、そうですね、ちょっと初めてちょっとなんかまともな悩みが来ましたけど、
はい、どうですか先生。7回お見合いをしている。お見合いを、はい、多分まだ出会ってる人数が少ないじゃないかと。あ、7回じゃ少ない、うん、少ない。もっとお見合いが必要ってことですかね。そうですね、もっとガンガン行った方が、うん、あ、なるほどなるほど。その見合いなんでダメだったんですかね。いい人がいなかったんですかね、うん、相性が、相性、理想が高いとかですかね。相性とタイミングが多分合わなかったんじゃないかな。なるほどなるほど、うんうん、何回ぐらいしたらするのがベストですか。でもなんか子供を両親に見せたいだけであればもう子供作っちゃえばいい。結婚はせずに子供を。先生、さすがですね。それはダメですね。作っちゃえってことですね。なるほど。それそうする場合どうしたらいいですかね。もう作る方法ってもう勢いしかないですよね。そうですね、それはもう、まあ、子供はまあいつでも作れる、子供でも、はい、でももう38なんで早く。そうですね。だからお見合いを7回もやってるってこと自体がちょっとダメですよね。大丈夫大丈夫。もっといっぱいもっといきましょう。そうですか。あ、もうなんかこうここで、はい、写真とプロフィールを紹介して、あ、募集、あ、そっちの方がいい。確かに。いいですね。じゃあこの方ちょっと匿名みたいですけど、この宛先にもしこのハガキ送った方はちょっと後でちょっとテロップ入れてもらう、はい、そうですね、ここの宛先に書き込みで、これはどこで、アタゴの方ですね。アタゴ、うん、マックスバリューのあたり。先生さすがですね。マックスバリューのあたりっていうのはさすがですね。読めないですね、あれがなかなかね。好みとかね。そうですね。はい、なのであのすみませんね、もう地元のあれですけども。ここで募集かけたら、はい、多分7人とお見合いするよりも全然確率がいい。そうですね。すね、確実にたくさんの方が。ちなみに先生はお見合いしたことないですか。ないです。経験、僕も一回もないんですけども、お見合いってどんな感じなんですかね。なんか主催さ、あ、なんかね、イベントを見たみたいな。そうなんですよ。この間、先日ですね、の土曜日に北球コンっていう街中合コンが行われまして、はい、700人対700人の規模であったんですけど、うん、もうすごい、私ちょっとスタッフとして参加させていただいたんですけど、もうみんながっついてますね。がっついてる。はい、なんか女性の方、すごい綺麗な方がたくさん来られてたんですけど、ちょっと言っちゃあれですけど、男性の方、うん、ちょっと、まあ、その見た目の問題ですね、それはね。そうですね、しかも、でもね、若い、女性の方、結構若い方多かったんですけど、うん、男性はまあ60とかの方もいらっしゃって、いやもう、え、出たんですか？出られて。いや、もっと行かれてるかなっていうような方もいらっしゃって、うん、はい、で若い方はちょっと、うん、本当に出会いを求めてるのかなって感じの男性で、ちょっとチャラい感じで。目的が違うってこと？あ、そうです。なんか女性にこう会えるっていう。あ、そうです、そうです。それで来るのね。スタッフにももうガツガツメアド教えてよみたいな感じで。イエローカードとないんですか、その。いや、そういうの全く、なんかそういうシステムがなかったので、もうみんなに声かけてる若い男性の方か、はい、おじいちゃんかっていう感じで。おじいちゃん。そうですね、すごいね、700対700ってすごいですね。はい、おじいちゃんはうまくいったんですか。いや、でもまあそうですね、ちょっと話してるのは見かけたんですけど、それがどうなったかまではちょっと見届けてないので、私は。はい、でも何組かちょっとカップルとまではいかないのかもしれないですけど、結構こう、おじいちゃんではないですけどね、ちょっとまあ30ぐらいの方は結構こう一緒に話されてて、22ぐらいで話されてたりとかで、はい、で大体皆さん、うん、10人近くの方と連絡先を交換したらしいですよ。はい、私は目撃はしてないんですけど、なんかそうアンケート集計結果によると、まあ大体10人ぐらいの方とはアドレスとか交換してるみたいなので。そうですね。そう、まあ、そこから広がっていくんですからね、またね。はい、おじいちゃん、はい、うまくいってほしい。あ、そうですね、おじいちゃんどうなったんだろう。本当に気になる。そうですね、あの第2回もちょっと行う予定らしいので。じゃあ、ま、そのおじいちゃん追跡取材してる。そうですね、まだ、日程とかも全然確定してなくてあれなんですけど、12月か2月ぐらいにやりたいっていうことは言ってましたので、うん、まあ、第2回はもっと大きい規模であるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あのそうね、はい、冬場の方がいいですよね。寒いから人恋しい時期。うん、あ、そういうのクリスマス前にはやっぱりね。あ、そうですか、クリスマスになりたいですからね。はい、そうそうそう、おじいちゃんに頑張ってほしい。そうですね、そういうなんか合コンとかじゃなくて、
普通に運命の出会いみたいなのするためにはどうしたらいいんですかね、先生。もうそれはタイミング、タイミング。宇田さんは今運命はどうしたらいいですか、そんなね。運命の出会いをちょっと求めてるんですけど。宇田さんですか、それもビートマニアに働いてたらあるでしょう。うん、なんですかね、何かないです。アニマックス、あ、そこはもうないです。そこでの出会いはちょっと期待できないので。期待できないですか。ちょっとビビッとくるような運命の出会いを求めてるんですけど、ね、松田聖子ですか。求めてる時は来ないですね。そう、やっぱ自分から、いやいや、あの、忘れた頃にやってくる。ああ、なるほどなるほど。ちなみにね、上田さんがどんな方がタイプなのか聞いておきましょう。これね、ご覧の方でおそらくそれ気になってる方いると思いますよ。あらどんな人が好きですかっていうのはね。どんな人、はい、じゃあ外見からいきましょうか。外見、はいはいはい、外見はまあ中の上ぐらいの。何すかそれ、寿司屋ですか。寿司や、寿司。中の上、中の上ぐらいの。芸能人で言うと、あ、芸能人で言うとちょっとめちゃめちゃかっこよくなっちゃうんですけど。誰ですか、誰ですか、誰ですか。成宮ひろきさん。あ、もう、いや、あれはもう素晴らしくかっこいいんですけど。成宮さんってあのちょっとキザな感じの人。あ、そうですね、あの、ね、笑顔が可愛い方、はい、笑顔が可愛い方が好きなんですか。はい、そうなんですよね。ちょっと田村正和さんとかどうですか。あら、つながりが分からない。僕好きなんですよ。田村正和さんが大好きで。なかなか違うですか。そうですね、ちょっとやっぱ成宮ひろきさんまではいかなくてもいいんですけど、全然。笑顔の可愛い、あ、笑顔が可愛い方で、ちょっとこう無邪気な一面がある人。あ、無邪気。はい、どんなとこ遊び行きたいんですか、2人で行くとしたら。遊びに行く場所、まあ、私結構アウトドア。あ、そうなんですか。なので自然系ね、朝とかそういう感じですか。結構いろいろ、あ、でもインドアでもいいんですけどね。まあ楽しかったら何でもいいんですけど、うん、はい、そうです ね、なかなか。はい、これ質問はもう今終わったんですかね。そうですね、ちょっと3つ、そうですね、解決、はいはい、3つ目。 あ、そうですね、はい、これじゃああれですよね、ツイートでももらったらそのまま速攻先生が解決してくれると思いますので。そうですね、あ、そうだ、家族の、家族。あ、そうですね、家族で、あんまりね、あの、旅行とかね、行ったことはないんですよ。奥様と、で、あの、まあ、あの、あ、自分の両親とかね。あ、そうですね。奥様とは、は、僕ね、11年付き合ってね、結婚したんですけど、言われてましたね。でもあんま行ってない、あんまり行かない。11年も付き合ってましょう。え、行きましょう、あの、奥さんとしか、うん、そうなんですけどね、なんかこう、え、奥さんに言われないんですか、どっか連れてってよみたいな。あんまり言われないですね。あ、なるほど。なんかね、こう、ディズニーランドに行ってきましたとか友達とかね、結構いるじゃないですか。なんか家でもすごく仲いいのかなとか思ったりするんですよね。仲がいいんですよね。仲がいいんですけどね。なんか暗いんですかね、二人は。ちょっと温泉のがいい、いいよねみたいになるんですよ、すぐ。温泉、え、温泉行く。ああ、行く。全然大丈夫ですよね。温泉で行く。温泉ですか。嬉しい、温泉行ってきたんですね、先々週か。家族湯です。家族湯はなかったけど。男女別れ。そうですね、大正屋っていうのに。家族湯に入りましょう。僕ですね、そう、プロで思い出したけど、僕部活と陸上部やったんですけどね、僕たちの世代ってなんかね、銭湯とかあんま行かないんですよ。行かなかったんですよ、その、なんか恥ずかしがる、みんな絶対隠すんですよ。あ、そうなんですね。タオルで絶対隠して入る。今でもそれがね、残ってしまって。あ、恥ずかしいんですか。恥ずかしい。奥さんでもですか。え、奥さんでもですか。いや、違うですよ、男性のね。あ、なるほど。知らない人に見られるの嫌なんですよ。どうしたんですか。え、もいや、大丈夫です。人なら大丈夫ですか、ね、みんな同じものがついてるんで、はい、堂々と歩けばいい。そういうふうにもう、そうなんだと思うしかないってことですね。女性とかどうなんですか、女性。タオルとかも持って入らない。持ってないですよ。は、持ってない、もうそのまま入る、はい、もうそのまま入ります。バーンと行くんですか、うん、はい、バーンと行って、バーンと出て。本当ですか、うん、はい、へぇ、全然。そうですか、逆にタオルで持っててもって感じですよね。タオル、はい、もうカンプ摩擦ぐらいしか使わない。カンプ摩擦、さすがですね、先生。そうか、なんかね、恥ずかしいんですよね。大丈夫です。大丈夫ですか。出しておきました。しかも知らない人だったらもう、二度と会うことないから。いや、おじさんが
おじさんがめちゃくちゃ見てたんですよ。いや見ます見ます見ます、おばちゃんたちも。あーまあありますよね。めちゃくちゃ見てて見てたんですよ。横のシャンプーしている人がめちゃくちゃ見てたんですよ。お風呂とか実際見合いみたいな、見合いっていうか俺見ないですよ、見合いっ子みたいな。仁王立ちしてやればいいと思う。え、もう仁王立ちしてやればいいと思う。仁王立ち仁王立ちですね、おじさんの前で。うん、今一瞬尿を垂らしてやればいいって聞こえますね。それはトイレで。それはまずい。それはやめてください。それはやめた方がいいですね。それはトイレに。でも喜ぶおじさんもいるかもしれないです。あ、そう、あの、はい、ロッカー、銭湯とかで、ね、はい、ロッカーの鍵を足につけてる人は、はい、そっちの合図なんですよ。だから、すげえ、知らん、つけない方がいい。すごいですね。足首につけたらもう。本当ですか。アウト。知らなかったです。それ気をつけないといけないですね。それはもう尿立ちされてしょうがない感じです。そうですね。気をつけて。はい、さすが先生ですね。説得力があります。そう、一応ね、今日の一通りの流れはね、ある程度終わったんですが、ここでね、またハガキが、電書バトがね、こう電書バトがね、届けてくれるようになってて。あ、ちょっとじゃあ質問読み、はい、読ませていただきますね。はい、はい、ツイッターからですね。ツイッター、はい、上田さん、なんというふうに来られたんですか。あ、これじゃ、これじゃ、これじゃ、はい、遺産狙いの結婚はダメでしょうか。はい、30歳女性、東京都、ナース。ナースですよ。おお、なかなかでも、一人だけに遺産がばって入ってくることないですよね。あ、そういうのって。いや、でもそれもありだと思いますけどね。うん、なんかその相手にいや、ありだと思いますけど、ね、相手に気がつかれなければ大丈夫ですよね。あの、死ぬまで、死ぬまで幸せな気分、まあそうですよね、を精一杯させてあげたら、多分相手も、あ、ね、死んだと、もしあ、クソこいつって思っても、まあ、いいか、幸せだったしって思ってくれるようなぐらい あの幸福を与えてあげたら、いやもう価値観人それぞれなので、まあお金でもいいんじゃないですか。でもあれですよね、死んだ時には悲しんであげてほしいですよね。あ、まあそうですよね。そしたら大丈夫だと思います。全然、はい、まあ、それはそうですね。ちょっと世の中みんな遺産狙いだったら怖いですけどね。うん、でもまあね、そんな多いっちゃ多い、はい、まあ多いんですか。かもしれない。そうなんですか。初めて聞きましたけど。多いですか。いやでもなんか多分旦那さん亡くなって本当に悲しい人とやったっていう人も多分。あ、でもそれはあるかもしれないですね。そうなるまで時間がねかかるですよね。もし旦那さんが90歳とかまでね元気だったら。え、だからこの遺産狙いっていうのは結構年の差婚なんじゃないですか。あ、そうなんですよね。あ、そうなんですね。30歳女性なんで70とか60とかですかね。最近流行ってますよね。なんかそうですね、見取り線とかおけ線とか年の差婚。そうなんですね。顔手に入ってるぐらいの人が好きっていう人とか、もう見取ってあげたいぐらいの年の人が好きっていう女の人。でもそれはもう完全に遺産狙いですよね。でもそんな、なんでなんでって、まあいろんな人いますよね。私が見取ってあげたいみたいな。おじいちゃん萌えってなっちゃう。あ、すごいですよね最近。本当若い子でもおじいちゃんと付き合ってる方いらっしゃいますからね。もう完全に見取り線。じゃあ北九婚でもおじいちゃん、おじいちゃん頑張って、おじいちゃん頑張ったと思いますけどね。おじいちゃん追跡レポートしてほしい。番組でしてもらったらちょっと私そうです、食いついてみると。いやーそうですね、もう3どこですか。あ、先生がどこで夜遊びするのか教えてくださいってことですけど、先生、はい、夜遊びは、まあ、小倉界隈。小倉？うん、何をしてますか、夜遊び。夜遊び、でも最近ちょっと真面目なんで、してなくて、まあ、金曜日にアゴラにいるぐらいの感じ。なるほど、はい、先ほどのコスプレの。あ、放送は大丈夫です。大丈夫ですか。はい、うん、先ほどのコスプレのお店、コスプレで行くお店ですか。コスプレで、はい、うん、そこ大体10時半から3時ぐらいまでは店の中、うん、あ、じゃあそこに行ったら先生に会えるかもってことですね。そうですね、主にグラス洗いをしてるんですけど、呼べば出てきます、うん、なるほど。そこで恋愛相談も受けていただけるっていうことで、はい、何でも来い。おー
はい、ぜひぜひ、はい、行ってほしいですけど皆さん、そちらバサッと切られる覚悟で来てほしいと思います。そうですね、ちょっと打たれ弱い方はちょっとやめとった方が、あ、言っていただければ、あ、手加減して、うん、猫パンチぐらいの感じ。はい、そういう方は事前に、はい、言っていただいて、はいはい、はい、さあ次の質問はないですか。まだありますか、質問来てますか。あの、フェイスブックで来てます。あ、フェイスブック、ちょっと僕が書いてますけど、はい、姫野さんへ、裏24時間ユーストリーム番組で僕の深夜枠で、公開恋愛相談してくれんやろか。おー、深夜枠25日でしたっけ。25日ですね。だから、まあ、26日の、あ、25から26のとこの、それなんかちょっと遠いとこです。あ、そうですよね。行ければ行ければ日程、予定は大丈夫ですか。ちょっと帰って確認を、はい、はい、でもバサ、あー、そうですね、あ、アポがお忙しいですからね、先生も。そうですね、うろうろしてバサバサ切って大丈夫なの。はい、はい、あ、はい、さあ、パイさん、また後ほどお願いします。恋愛相談、はい、だ、ちょっと私1年ちょっ2ヶ月3ヶ月付き合ってた人と別れちゃったんですよ、最近。はい、うん、もうつい最近です。なぜ、え、なぜ、あ、なんか友達から入って、うん、付き合ってる間もずっと友達みたいな感じだったので、あ、もうこれ友達でも変わらんねっていう話になってときめかなかった。そうですね、うん、付き合おうって言ったのは向こう。はい、でもときめいてなんぼですからね。まあ、そうですよね、うん、やっぱときめき大事ですよね。あの、ドーパミンも出るし、すごい好きって思って触れ合ってると免疫力も上がるので、ね、いや、もう思い返してみるとときめいたこととかあったかなって感じですけどじゃあ、別れて正解だった。あ、そうですね、仕方ない。またすぐ、あの、いい人、はい、もう探します。ちょっと運命の出会いを求めてます、私。はい運命の出会い、運命の出会い、なかなかない。まあ、そうですね、なかなかないと思う難しい。まあ、探してると来ないので、探さない感じで、探さない気楽に構えてると、なるほどなるほど、スッと、と、なるほどなるほど。じゃあ全然、うん、恋愛とか興味ないんでっていう体で、ちょっと、あの、オーラ、あの、何です、ラブい感じのオーラ、ラブいオーラあの、うん、で、そのオーラどうやったら出るんですか。後でしっかり、あら、じゃあ後でちょっと特別レッスンを受けたいと思います。ちょっとここではあのこの時間では言えない。そうですね、ちょっとまだ時間が早い早いみたいなので、後でこっそり、はい、後ほどお願いします。はい、はい、はい、では、はい、カイさん、もう準備できましたか。準備できてますか。はい、じゃあちょっと今日は今から、はい、最後ラストにですね、カイさんに歌を歌っていただきたいと思います。でもね、はい、この曲は井上陽水さんで知ってます。はい、井上陽水さんと玉置浩二さんのデュエットソング。あ、はい、はい、あ、ちょっと、まあ、そうですね歌いましょうか、先にこれ行きましょうか。え、やりましょうか。夏の終わりのハーモニーと言いますね。ご存知です。はい、何でした。
あの今日、素晴らしいミュージシャンの方来られてるんで紹介します、近藤さんです、あ、近藤さんこんばんは、ケニアマニア、あ、そうなんですか、それケニア、下着もケニア、おー、ケニア仕様で、男性はそういう衣装なんですか、あ、なるほど、カルタ、はい、そんなでは、はい、あのケニアマニアの座は譲りたいと思う、ではお願いします、はい、もうあの言っときましょうか、作者はこれ誰だ、共作ですよね、井上陽水&玉置浩二の作詞作、これも言っといたらもうほら報告しなくていいんでしょ、いや、あ、ダメなの、それをじゃあ、いやね、あのね、来週僕ら2人で映ってるの、来週の月曜日、FM 北九、僕呼ばれてるんですよ、ついにですね、ついにテトラ放送局に、テトラ放送局に姫 TV 乱入です、楽しみに、楽しみに来週月曜日9時からやね、はい、僕は僕から行くの、あ、先行ってください、いいですか、はい、音拾ってますか、カエさんマイクこれね、いいですか、この間ね、アイランドシティ行ってさ、知ってる、アイランドシティって福岡の東区の、知らないです、あの、送られたっけ、あ、あれは見ました、アイランドシティのね、テーマソング僕作ったんですよ、1番だけね、うん、でも2番、マイク持ってないけど、2番、3番をね、地元の人に作ってもらおうと思ってて、いいでしょ、島の歌は僕は、島歌ですよ、語り継がれるんですね、語り継がれるね、うん、もう縄文、何さかのぼるんですか、いや、もう行きましょうか、今日のささやきと昨日の争う声が二人だけの恋のハーモニー、夢も憧れもどこか違う、誰よりもあなたが好きだから、素敵な夢憧れを
夜のお別れに最後の二人の歌は夏の夜を青い夜空をたださまようだけ星屑の間を揺れながら二人の夢憧れをいつまでもずっと思い出にまだ夏の夢憧れをいつまでもずっと忘れずに。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ良かったですね。初めて会わせたね。初めてですけどね、よかった。よかったですね。最後、最後まで。初めてで、こんな。すごい。まだ、まだ。そうですね。27日、はい、FM 北九で。はい。はい、違う曲やりましょうか。違う曲やりましょうね。ね、これも、はい、これもいいですね。スタンドバイミーしましょうか。え、俺英語が苦手なんや。まあいいや、スタンドバイミーやりましょう。はい。うん、お願いします。はい。そんなわけで。近藤さんでした。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。一曲だけでした。さよなら。ありがとうございました。はい、時間はそろそろですか。そうですね、あと2分ぐらいですかね。うん、もうそろそろですね。はい、はい、今夜のゲストは姫野さんだったんですけど、姫野さんなんですけどですね、恋愛評論家でもありコスプレイヤー、恋愛評論家、コスプレイヤー、映画評論家、映画評論家、ケニアマニア、ね、マニア、おそらく次回お会いするときまた増えてるんじゃないかなっていうふうに思いますけどもね。そうですね、週に1回は増やしていこうかな。すごいですね。なんかタレントさんでもいろんな免許取る方多いですよ今ね。免許は取らないです。免許、ケニアマニアの免許はないですよね。免許ではない、なかなかね、趣味みたいな感じですかね、はい、勝手に増やしていこうと思ってます。そうですね、そうですね。恋愛評論家、こちらはね、はい、本当に本当に悩んでる方はね、はい、そうですね、もうバサバサ切っていきたいと思います。はい、どこにアクセスしたいですか。まあここに、ここに。フェイスブックとかされてます。フェイスブック一応、あ、こっそり、あ、こっそりなんですね。検索しても出てこないように。あ、そうなんですね。ここに、なので そうですね、ここに、あんまりちょっと個人情報流出にもなるので。そうですね、ここに。わかりました、はい、ぜひぜひまた。映画館は忙しくて、はい、ほとんどバタバタしてるので。あ、そうなんですね。一言ぐらいしか喋れない。じゃあやめときなっつってバタして逃げると思う。じゃあやっぱり、まあ長く話してもね、ここに来ていただくか、ね、はい、ここに来ていただくか。そうですね、ここで。そうですね、ここに、はい、ここで書いていただくか。それ一番でしょうね。まあそうですね、まあどちらかで、はい、ツイッターとか。そうですね、はい、はい、お願いいたします。はい、先生はいくつですかと。血液型はは何型ですか。あ、 S ですか、 S か M か、 M ですか、うん、どっちも大丈夫です。いくつですかっていうの。 S と M の質問は OK ですね、もうね、うん、どっちも OK。 血液型は、血液型はど、あ、A 型です。 A 型、 A 型です、ね、あ、一緒だ。あ、まあそのいくつですかっていうのはね、これはちょっともう、NG。 大丈夫ですね、来年40になります。私も前回その反応でした。本当に
40ですか。はい、もう今年39。え、なんでですか。48年に生まれたからですよね。いや、びっくりですよね。もう、いや、もう40歳、ちょっと驚異的な若さですね。本当に肌の感じも、はい、もう一瞬でファンになって、もう写真撮ってくださいって言いましたもん。ありがとうございます。はい、え、そうなんですか、はい、いや、もう相当綺麗で、なんかそこ心がけてることとかあるんですか。私も聞きました、それ。あ、はい、それあの今の時間ちょっと言えないので。え、言えない。後からムンムンすることらしいです。順に過ぎたらちょっと大丈夫ぐらい。すごいですね、はい、いや、もう本当にもう足目標ですもん。すげー、はい、恐れ入ります。今ね、映ってないけどね、やっぱ足元とかもね、ツルツルですもんね。うんうん、はい、綺麗、マジでって言われてます。足が出した方がいいですか。すごい、おすごい、びっくりした。いや、本当に、あ、はい、はい、では、はい、そろそろお時間みたいなんですけど、次回はまだ分かんないんですけど、はい、また告知を。次回はそうですね、まだ未定ということで。そうなんですよね、やる場合は、はい、Facebook か何かでやる場合、あ、告知という。なるほど。そうですね、だ第2は木はいいですよ、大丈夫ですよ。第2木曜日は大丈夫。木は第2は大丈夫ですね。第2の木、はい、第2の木は大丈夫、はい、どうしましょうか。第2木行きましょうか。じゃあもう決定しましょう。決定、ました輝け第2木曜日らしいので、FMTVの9月の日程、はい、第2木曜日ということで。第2木曜日ですね、はい、次の木曜日、次じゃないね。第2木曜日、9月の第2木曜日に。何日でしょうか、9月の第2木曜日は。すいません。で、またこのメンバーでね、うん、あ、ええ、はい、ま、だ9月の12日。随分先だね。その一週前は無理なのかな。第1週土曜日挟んで、1日が土曜日、うんうん、で流れて5日は1週目になる。1週目はダメ、はい、え、一瞬目、はい、一瞬目がダメなんですよ、俺。ダメなんだ、うん、なんか12で、はい、次回は12日に、はい、8時がいいの、9時がいいの、とりあえずは9時でも。ちょっとスケジュールを見て、スケジュール見て、じゃあまあ8時か9時ぐらいってことで、はい、はいはい、次回ね、12日に向けて僕ちょっといろいろ準備してきますから、ね、告知運動をね、はい、して楽しみにしてます。爆発的な数字を出せるようにしますよ。うわ、そうそう、楽しみにして。ギャランティーが出る、ギャラが出れば、広告が通じて、ね、ゆきちゃんの懐も温かくなるっていう。ちょっといろんな、ね、作戦を使ってね。そうそう、頑張りましょうよ。やりましょう、ね、はい、すいません、ちょっと後ろの広告今日は言った方がいいのかな。言いましょうかね、はい、もう指さしてください、私が喋ります。はい、上からリバップさん、石田下マイカラー、右行きまして角打ち上田、その横がこれ曽根のバーですね、最近よくした、こ占いバーですよ。姫さん、今度行きましょうね、バーコレク、はい、コレクト、一番右、ヒットスタジオバブボックス、ここ皆さん知ってます、バブボックス。知らない、行ったことないですね。ここね、海軍この間一緒行ったんですよ。あ、そうなんですか。あ、別で行ったんだけど、そこちょっとカラオケバーで生演奏もできるっていう、すごくいいところなんですよ。あ、そうなんですね。そこはちょっとまた番組とは別で行きましょう、はい、ね、あ、はい、お誘いします。はい、で、上行きまして、中古パソコン市場、はい、中古パソコン市場さん、今日来てますけど、はい、来ていただいて、忙しそうなんでもう相手しません。はい、でフラハさんは、今日の実はケニア衣装の、そうですね、お店はこのフラハさんの、この太鼓もフラハさんの、はい、太鼓のも、で姫 TV で、なんですかね、スタジオの奥に店やってますんでね、はい、このピアスも、これもピアスもそうなの、はい、あ、じゃあもうね、今日姫野さんのアップして、アップしてしてる、こちらのピアス、こんな感じになれるので、ぜひ今夜町11の11石田薬局フラハまで遊びに来てください、はい、ね、見るだけタダですからね、ぜひ、はい、そうです ね、なんか安くて可愛いもいっぱいありました、はい、うん、あるよね、うん、また後で、後で上田さんを見てください、はい、で最後の日総興産いっぱいありますけど、ここがもうすごく今スポンサーで、はい、うーん、ありがたいスポンサーですよ、うん、これ全部だから、うん、はい、スポンサーも募集してます。はい、もうよろしくお願いします、はい、はい、じゃあお願いします、戻します。あら、
では今日は、はい、今日もう1時間そうですね、1時間ちょっとおりましたね、ちょっと過ぎちゃいましたけど楽しくお話しさせていただきました。はい、はい、姫野さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、はい、9月の12日木曜日、はい、第2木曜日楽しみにしていてください。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。